高間ヶ原の神の使い、降臨我が意志は高間ヶ原のご意志高間ヶ原のご意志こそが真理である。私は固く信じている。私は真理の天秤である。私は、 信じてもいいのか無礼者。星と月の力を感じてみないか真摯に敬意を払え。天罰を下す星の奇跡 だす腰の奇跡高の <laughs> 痛くもくもない私のことはずるな私の父は神官だった 幼い頃、父から様々な神様のお話を聞かされていた。慈悲に満ち、民を愛し、無条件で民に手を差し伸べる稲荷の神。または、委員会を司り、亡霊の審判を下す閻魔。記憶の中の神様たちはいつも頼れる存在で、私たちの悩みに耳を澄ませ、解決してくれていた。 神様が優しくしてくれたから、民は誠心誠意祈り、神社まで足を運んで拝むのだろう。しかしある日、私は父からスサビ様の話を聞いた。あの方が偽りの誠意に傷つけられた過去を知り、悲しく思った。拝まれるはずの神様でも、己の民に裏切られることもあるのかと、私は嘆いた。もしかしたら、 私たちの祈りを聞かずにいたのも、神様が失望して罰を下したからではないだろうか。そうであれば、父から神官の職を受け継いだら、神様の慈悲心を取り戻すための努力をすると、私は心を決めた。金位に隠されたスサビ様の傷は、今になっても痛みを感じるだろう。きらめき輝いた神殿でさえ、 その痛ましい記憶を消せないかもしれない。誠実な心のみぞ。我々神官が神に備えるべきものだ。少しずつでもいい。スサビ様に知っていただきたい。人間の心はまだ完全に悪に染められていないことを。